はい、どうもこんばんは、ケニーです。時間がですね、夜の7時5分はい、回りましたね。今日もね、ギターの弾き語りね、聞いてくださいね。ワータマルさんいらっしゃい、ゾンさんいらっしゃい、アスラちゃんいらっしゃい、僕七色ノートさんいらっしゃい、マサさんいらっしゃい。32代ジュノンボーイなの、高校生シンガーソングライター、橋爪雅人くんを応援してる人あ、応援してる人か、ジュノンボーイ。
ゆかちゃかさんいらっしゃい。うまったろうさんいらっしゃい。ぬくぬくさんいらっしゃい。なんだろう、その後の漢字が読めない。なんとか、なんそれ、そう難しい。30字では足りなくなったので笑う。何それ、難しいぞ感じ、はい、さてちょっとじゃあ今日はもう早く動画にしていくね。はい、こんな感じで今日はなんかバレンタインっぽい感じにしとこう。ちょっとこういうなんかショールームさんこういうのなんか作ってくれたっていうか使っていいよみたいなやつ、こっちにしとこうか。なんかよくわかんないけど、邪魔これ邪魔だったらあれだけど、邪魔だったらあれだけど、お、今日なんかすごいいっぱい来た。じゃあ歌っていくね。今なんかリスナー倍増イベント出てるからさ、なんかいいとこ表示してくれてるのかな。結構24人来てくれた、ありがとう。ショールームね、今日はあのガンガン歌ってきますね、9時まで。そしてまたあの、後でね YouTube の方とかもねあのアップしていこうかなと思うんで、もしよかったら YouTube チャンネルの方も、ね、登録してってね、ショールームの、リンクとフォローと YouTube チャンネルの、ね、登録ねお願いしますね、お願いしますね。なんで2回言ったんだ。ドラマ剣、頭で分かって嘆いた、転がってゆく様子を笑った。寂しいとか愛とか分かんない、人間の形を投げ出したんだ。抱えきれない言葉だらけの存在証明を、この小さな箱から出られない、気づいたら最後逃げ出したい。僕ら全員ていたんだ、エンドロールに向かっていくんださ。みんな必死に役を演じて、傍観者なんてないのさ。私だってないの、どこに立ってないの。ずっと僕は何者にもなれない。僕ら今さっさくらいやって、延長戦サレンダーして、メイデイハワイアイソー、垂れ流しの言葉像、ドラマチックな展開をどっか期待してんだろ。君もイエスイエス息を飲んで、采配はそこにあった。騒ぐ思いもその心打ち抜いてさ、まだ見ぬ糸を引いて、黒幕のお出ましさ、その目に映るのは。触れたら壊れてしまった、間違ってゆく様子を黙った。僕ら全員無垢でありました、いつの間にやら怪物になったんだ。その全てを肯定しないと前に進めないかい。まあ君にはきっと無理なんだ、だから君にはきっと無理なんだ。いつの間にやらガイアにいたんだ、そんなガヤばっかり飛ばしてきたんだ。みんな必死に自分を守って
て救いの手を待ってるのさ。考えたくはないよ、バカに立ってたいもん。ずっと僕は何者にもなれないね。だから今前線上に立って、その旗を高く振って劣勢、頼る相棒、言葉すら必要ないよ。ドラマチックな展開をどっと一押してくれるだ。君もイエスイエス息を飲んで、采配を誓い合って、ワンチャンしかない僕の一瞬にかけるのさ。クライマックスみたいな手に汗を握るのさ。ぽつりと嘆いた。騙してきた真実はどこにもない。黙ってきた奴らに場所はない。思い出してポイとして感情はない。流したい涙なんて理由はない。優しさに温度も感じられない。差し伸べた手に疑いしかない。穴が開いて愛は垂れ流してしまったんだ。倒れそうな僕を覗き込んだんだ。諦めかけた人に目に、あんたはいつもあざろようにおで、いつもあざろようにおでましさ。君にはどんな風に見えてるんだい。呼吸を整えてさ。ずっと僕は何者にもなれないで、僕ら今さっさん食らい合って、延長戦サレンダーして、メイデイ淡い愛想、誰なりの倍増、ドラマチックな展開をどっか期待してるんだろう。君もイエスイエス息を飲んで、采配はそこにあったんだ。へっしょう騒ぐ思いもその心打ち抜いてさ。まだ見ぬ糸を引いて、黒幕のお出ましさ。その目に映るのは、はい、36名の人いらっしゃい。マスミダさん、サキさん、ロマニさん、ラッキーストライクさんいらっしゃい。ヒデさん、ジェイスノーさん、フワさん、フレグ、ん？フレグ、フレグなんだっけ、はい、あ、ちょっと待って、ちょっと業務連絡来たな。リクエストあったらね、お願いしますね。
41名の方、今日ちょっと多いね。やっぱりあれかな、今リスナー倍増イベントに参加してるからかな、いいとこ表示してくれてるかな。ちょっと今日頑張って歌わなきゃ頑張らなあかんなあ言うてね、はい、さあ来ますね。ちょっとアニソンとかみんな好きですか、アニソン。辻彩乃さん、風になる。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れている、手を伸ばしてもう一度、忘れないですぐそばに僕がいる、いつの日も星空を眺めている、一人きりの夜明けもたった一つの心、悲しみに暮れないで、君のため息なんて春風に変えてやる、日の当たる坂道を自転車で駆け上る、君となくした思い出乗せてゆくよ、ララララララ、口ずさむ唇を染めてゆく、君と見つめた幸せ花のように。風になるっていうね、辻彩乃さんの曲でした。あれ、ちょっと待って、変なことはい、じゃあね、ちょっと今ね間違えてちょっと BGM 落としちゃった。アニソンもちょっと歌おうかね、アニソン、みんな知ってるやつ歌ってくね。残酷な天使のように少年よ神話に濡れ、私だけをただ見つめて、ほほ
が気づくでしょう。その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ。ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るな。この空を抱いて輝く少年の神話に雨。はい、残酷な天使のテーゼっていうね、あのエヴァンゲリオンのね、昔のテレビシリーズのね、めっちゃ有名な曲でした。スンスンさんよいしょ、サキさんよいしょ、ワッフルさんよいしょ。はい、ね、だいたい読んだかな。なんか順番変わっちゃうからね。ゆうすけさんいらっしゃい、ルリルリさんいらっしゃい、たさいさん、たさいさんいらっしゃい、たさいさん、しんさんいらっしゃい、しん中野さん。順番変わらないでね、なるべくね。ゆばさまさんいらっしゃい、ゆばさま、ケールケロリンケロリンケロリンいらっしゃい、クピドさんかな、いらっしゃい、パプニーさん、パプニーニーパプニーさん、初代エキスホルダーって何。はい、もうちょっと名前難しすぎるんだけど。3名の人いらっしゃいます。魂のルフラムだとこ。ルル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 ル、私に帰りなさい、記憶をたどり、優しさと虹の源へ、もう一度星に惹かれ、生まれるために、魂のルフラン。青い影に包まれた素肌が、時の中で静かに震えてる。命の行方を問いかけるように、私を求めてる。抱きしめた運命のあなたは、季節に来る儚い花、希望の匂いを胸に残して。難しい。チリエス、チリソス、鮮やかな姿で、私に帰りなさい、生まれる前に、あなたが過ごした大地へと、この胸に帰りなさい、この胸、この胸に帰りなさい、巡り合うため、奇跡は起こるよ、何度でも、魂
難しい。祈るようにまぶた閉じた時、世界はただ闇の底に消える。それでも鼓動はまた動き出す。限りある永遠を探して帰りなさい。記憶をたどり優しさそみんな皆もえ、あなたに帰りなさい。愛し合うため心も体も繰り返す魂のルーラー、私に帰りなさい。生まれる前にあなたが過ごした大地へと、この胸に帰りなさい。巡り合うため奇跡は起こるよ。何度でも魂のルフラ。ちょっとね、ちょっと今失敗した。次に帰りなさい。生まれる前にあなたが過ごした大地へと、この胸に帰りなさい。巡り合うため奇跡は起こるよ。何度でも魂の膨らむ。難しい、これ何回か練習しないとダメだこれ。熊健さん、昨日ピンさんいらっしゃい。熊健さん、昨日ピンさんいらっしゃいました。サマータサンタさんもいらっしゃいね。サマーサンタさん、コカズさん読み方がコーカズさん、はいね、いっぱい来てくれてありがとう。もう57人やね。もうどんどん増えてる。今日早いね。ちょっといろんな歌ある。なんかリクエストとかあったらコメントしてて、あの無音でもいいけどさ、潜っててくれてもいいけど、無音の人でもいいよ。全然初見さんとかでも全然コメントしてくれても大丈夫だし、まあ、その辺はもう自由にあのやってくれて大丈夫。俺のショールームは自由ですから。じゃあそろそろもぐもぐタイムの、ね、人もいるかもしれないしね、お子さんが見てるかもしれないので、そんなお母さんたちが手がねこう開くようにね、子どもたちがねよくね注目してくれるようにね、子どもたちが好きそうな歌がありますね。あれちょっと待って、子供の中じゃない、ドラえもんの歌ってあります。心の中いつもいつも描いてる描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図。タケコプター空を飛んで時を越えて遠い国でも、ドアを開けたらほら行きたいよ今すぐ。どこでもドア。大人になったら忘れちゃうのかな。そんな時には思い出してみよう。せーの、シャララララ、僕の心にいつまでも輝く夢。
ドラえもんそのポケットで叶えさせてね、シャラララ歌おう歌おう、みんなでさ手をつないで、ドラえもん世界中に夢をそう溢れさせて、やりたいこと行きたい場所見つけたら見つけたら、迷わないで靴を履いて出かけよう、タイムマシン大丈夫さ、一人じゃない僕がいるから、キラキラ輝く宝物を探そうよ、四次元ポケット道に迷っても泣かないでいいよ、秘密の道具で助けてあげるよ、せーの、シャランラ口笛吹いて高らかに歩き出そう、ドラえもんあの街まで届けばいいね、シャララララ僕らの未来夢がいっぱい溢れているよ、ドラえもん君がいればみんな笑顔になる、大人になってもきっと忘れない大切な思い、いつまでもずっと、せーの、シャラランラ僕の心にいつまでも輝く夢、ドラえもんそのポケットで叶えさせてね、シャラランラ歌を歌おう、みんなでさ手をつないで、ドラえもん世界中に夢をそう溢れさせて、はい、ドラえもん夢を叶えて、ドラえもんでした。はい、何人ですかね、61人の人来てくれてありがとう。もうどん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 増えるから、もう名前読み切れないよ。マイナさんいらっしゃい、ターチンいらっしゃい、ヒロさんいらっしゃい、とかだっておか、ボカロ、ちなみにケリーさんはギター弾き語りと、あとね、都市伝説とかね、ニュースの裏側、そんなお話もね挟んでいこうかなと思ってますよ。皆さん都市伝説好きですか？ちょっと怖い話とかね、そういうのもねしていこうかななんてね思ってますよ。もしよかったらね、フォローしててね。じゃあ、翡翠の魔術曲ございますね。今はいろいろね大変な時期でございますが、ハビコリちゃんだとかもね、そろそろねもうね、ヨーロッパだとかね、もう向こうのねアメリカの方とか終わってるのに、日本はまだね相変わらず大騒ぎしてますけど、早くね、まあ普通の暮らしができるようになるといいですね。ああなんか楽しいこと何もないや、退屈で死んじゃいそう、そしたら明日デートにでも行こうか、春が
が来るからさ、そこのバス停で待ち合わせて、翡翠の町へ行こう。眠りについて気づいたらキラキラ宙に浮かんでいた。天国へ落ちてゆく垂直落下、スカートひらりとまさかさま、止まらない止まれない、この衝動を止める愛があったら、誰もいない明けの原を二人でスイスイスイミング、天国へ落ちていく垂直落下、スカートひらりとまさかさま、止まらない止まれない、この衝動を止める愛があったら、パラソルを打ってるラリララ、大人にはなりたくない一つもいいことがない、僕たちはこの街できっともう一度やり直すことが許されてる、眩しくて優しくて普通の暮らし、幸せが溢れてる。はい、翡翠の町でした。さあ今日は何日や3月のもうね、何日ですかね、今日もう3月の9日過ぎちゃったね。レミオロメンのね、有名な曲ありますよね、3月9日っていう、はい、ちょっともう季節的にはまあ今のねこの季節なんで、ちょっと歌ってみますか。流れる季節の真ん中で、ちょっともう一回もちょっと今練習、ね、流れる季節の真ん中で、ふと日の長さを感じます、せわしくすぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く、3月の風に思いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます、溢れ出す光の粒が少しずつ朝を温めます、大きなあくびをした後に少し
して出てるあなたの横で、新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。レミオロメ、3月9日でした。はい、ちょっとね、水飲みました。はい、おお、67名、1曲歌うごとに10人ずつ増えてる感じですかね。かきつばたんさん、いらっしゃい。その横の人誰だ。のむけんさん、のむけんさん、はい、ミルクさん、いらっしゃい。マイナス、あ、マイナスさん言ったか、さっきマイナスさん覚えてるよ、マイナス。ターチンさん、いらっしゃい。ターチンさん、ターチンって言ってるけどね、関西の笑いの人でターチン。あいみょん歌うか。あいみょん好き、みんな。春の日でも歌いますかね。春の日っていうのはですね、春日部のね、歌なんだよね。春日部地方の、知ってた？春の日ってほら漢字で書いてみて。春日部ってなんない？うん。春日部って行ったことある？埼玉県の春日部。ね。なんかそういうなんかちょっと洒落たなんかね、ネーミングね、面白いですよね。ユーミン。ユーミンじゃない、ユーミンじゃない、アイミョン、ユーミンじゃない、アイミョン、アイミョンってでもちょっと弾き語りだけどさ、女の人だけどさ、ちょっと男っぽい感じあるよね。うん、女の人なんだけどちょっと男っぽい、なんか昔の尾崎豊じゃないけど、なんかそういう雰囲気あるよね。はい。
花束になっておくれよ。それまで待っていてね。これからの展開を二人で飽きるまで過ごしてみるからね。咲いて意見の愛を伝えながら、どんな未来がこちらを望んでるかな。君の強さと僕の弱さを分け合えれば、どんなすごいことが起きるから、ほら、もうこんなにも幸せ。いつかは一人、いつかは二人、大切を増やしてゆこう。北千住駅をふわっと歩く藍色のスカート、いつになく遠く遠くに見える加速する足跡、素直じゃないといけないような気がしたよ。しさに甘えすぎて怯えすぎた男の背中に手のひらを添えてくれるのは、もう前を歩く君じゃなきゃダメだから、どうか未来がこちらに手を振ってほしい。日々の辛さと僕の体が鳴らしなく帰る場所を探し続けている。ほら、もうこんなにも夕焼け、いつかの赤い思い出す時、大切に気づくのでしょう。おかえりなさいと小さく揺れる影を踏む幸せ。
はい、あいみょんのね曲でした。もう一曲だとか、あいみょんね好きな人多いよね。ギター弾き語りっちゃもう今あいみょんですよ。あいみょん右にいる出る者はいないですよ。ちょっとゆっくりかな、うん、弾き方変わったな。もうちょっと、あ、もう一回もう一回、あれ、うんうん、少し寂しそうな君にこんな歌を聞かせよ、手を叩く合図、雑なサプライズ、僕なりの精いっぱい、まみれドーナツパンにはあの日の夢が踊る、真面目に張り落とす息を止めすぎたぜ、少し下ろしてよ、ふつふつと鳴り出す青春の音、乾いたメロディーで踊ろうよ、はろくなって聞かないと思いながら、少しでも僕に近づいてほし
っといつもと弾き方が違った、はい、君はロックを聴かない、あいみょんの、ね、曲でした。曲がありますけれどもね、あいみょん何が好きですか？あいみょんの曲、春の日ね、君はロックを聴かないね、あとは何がある？いろいろあるけどね、78人の人いらっしゃい、はい、なんかすごい、まだ1時間も経ってないのに78人ね、多くない？なんかちょっと難しい曲歌いますね。ちょっとこれはね、なかなか難しいんだよね。生きていたんだよな、2日前でこの辺で飛び降り自殺した人のニュースがニュースで流れてきた。血まみれ線香、血まみれ成功、血まみれ成功、ちょっとこれちょっとさ、マジな歌なの、ちょっと笑ってる、血まみれ成功じゃ、血まみれ成功じゃない、2日前この辺で飛び降り自殺した人のニュースが流れてきた。血まみれセーラー、濡れ着る線香、たちまちここらがネットの餌食、危ないですから離れてくださいと、そのセリフが集合の合図なのに、バカ騒ぎしたやつらがアホみたいに取りまくった。冷たいアスファルトに流れたあの血は、アスファルトの流れたあの血は何とも言えない、赤さがきれいで嫌いで泣いてしまったんだ、泣いてしまったんだ泣いてしまったんだ、何も知らないブランカの外側で、こうか、ちょっと違うな、ちょっと弾き方間違えた、ごめん、もう一回、ちょっと3回目の正直、ちょっとセリフのところが難しい。2日前この辺で飛び降り自殺しニュースが流れてきた。シブムラセーラー、濡れ着の線香、これはネットの時期、危ないですから離れてくださいと、そのセリフが中国の合図のように、バスカ騒ぎしたやつは本みたいに撮るみたい、冷たいアスファルトに流れたあのちゃん何とも言えなくて、アクサキレ、ちょっとこれダメだな、なんか合わない、尺が合わない、尺が、2日前この辺で飛び降り自殺した人のニュースが流れてきた。血まみれセーラー、濡れ着の線香、たちまちここらはネットの餌食、危ないですから離れてくださいと、そのセリフが集合の合図なのにな、バカ騒ぎした奴らがアホみたいに取りまくった、冷たいアスファルトに流れるあの血は何とも言えない、赤さが綺麗で綺麗で泣いてしまったんだ、泣いてしまったんだ、何も知らないブランカの外側で生きて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 
自分に叫んだんだろう。彼女が最後に流した涙、生きた証の赤い血は何も知らない男たちに2秒で拭き取られてしまう。立ち入り禁止の黄色いテープ、ドラマでしか見たことがない、そんな言葉が飛び交う中で、彼女は一体何を思っているんだろう。遠くで遠くで泣きたくなったんだ、泣きたくなったんだ、長いはずの一日がもう遅れる。生きて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 いたんだよな。新しい何かが始まるとき消えたくなっちゃうのかな。命を精一杯生きなさいなんて綺麗事だな。精一杯勇気を振り絞って彼女は空を飛んだ。鳥になって雲を掴んで、風になって遥か遠くへ、希望を抱いて飛んだ。生きて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 いたんだよな。新しい何かが始まるとき消えたくなっちゃうかな。生きて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 いたんだよな。最後のさよならは他の誰でもなく自分に叫んだんだろう。さよならさよなら。生きていたんだよなでした。さあどんどん歌っていきますね。サンダーソニアさん、あさっき言ったっけ、なっちゃんのおもちゃさんいらっしゃるなっちゃんのおもちゃ、フォローしときますね。フォローバーお願いしますね。ミヌマンジュウさんいらっしゃい。ミヌマンジュウさん、なんか英語の人や、なんかグリムリペアさん、ちょっと合ってる、ちょっとわかんない英語。あれなんかひよこがなんか寝てるような人、ひよこが寝てるアバター、ドラミミさんいらっしゃい。面白い、そのアバター面白い。なんか寝てん、なんかだらって寝てんの面白い。脱力してる。最近ね、いろいろゴッドハンドのね先生にね施術してもらってるんですよ。あ、ゴッドハンドの先生、ナナポン先生って言うんですけどねナナポン先生がいろいろ施術やってて、鍼灸師の、ね、先生なんだけど、まあでも俺ね針とかねお灸とかね嫌なんですよ。なんか針ってなんかチクッてするし、お灸も熱いし嫌なんだよね。そしたらなんか最近なんかゴッドハンドって言って、針でもなくお灸でもない、すごいなんか治療方法をなんか研究してて、それやってもらったらねすごいよ。俺ね血圧が結構高かったんですよ。150以上とかあったりとかする日もあって、まあ、測る時間とかにもよるんですけど、さっきねその施術してもらったらね、施術前は150以上あったんですよ血圧。施術後に測ったらね118、まあ、上がね、下は180ぐらい、80ぐらい、上が150の90とかだったのがね118の118の80とかになったんだよ。すごくない？ゴッドハンドすごいね。もうびっくりした。俺血圧118って見たことない。上がねいつもねまあまあ低くても130とか、
ね、そんなぐらいあったんですけどね、すごいですね。でもう血圧の薬もね、あんまりほら薬とかそういうの俺飲みたくないんだけどさ、ずっともらってたんですよ。でもあんまりあれ飲むとさ、やっぱりいろいろね副作用っていうかね、やっぱ薬関係はやっぱ副作用とかあったりするからさ、気をつけなきゃいけないけど、それでもう飲まないようにしてて、もうかれこれも何週間も飲んでないのに、あの118叩き出しましたすごいね。ちょっとこれ、ね、どうなるか自分の体で、ね、実験じゃないけどね、うん、どうなることやら。はい、ということで、さよならミッドナイトっていう曲歌いますね。ちょっとしっとりしてる曲だよこれは。さあちょっとね、テンポの一曲歌っていきますね。ドナーソング、今のモジャさんの曲、もう一曲、歌詞はちょっとね重いんだけどね、これもね歌詞は、ね、うん、こっちだ、もう一曲、もう一曲、
ちょっといいですか、ちょっと質問いいですか、時間は取らせないのでどれに変わるをつけてください。死後予備心臓が停止した死後のいずれでも移植のために臓器を提供します。そして二つ目、私が心臓が停止した死後にいい限り移植のために臓器を提供します。私は臓器を提供しません。1か2を選んだ方、3以外選んだ方、心臓も肝臓も腎臓も膵臓も誰かのためになるならば、どっちでもいい、どっちでもいい、君がいなくなった世界に、どっちでもいい、何も価値などない。誰かの中で生きるなら、君のかけらが残るなら、きっと素晴らしいことでしょう。まあせいぜい素敵な夢でしょう。たぶんもしも願いが叶うなら、もしも時間が戻るなら、あの日の君の出来事を僕に変わらせてくれよ。神様のいたずらなら、もしも怒っているのなら、細胞も肺も小腸も眼球も誰かのためになるならば、どっちでもいい、どっちでもいい、ただ君と生きていたかった。どっちでもいい、死などない。ドナーソングでした。ちょっと今ね、咳でそんなだから途中でやめたけど、もっと長い曲なんだけどね。92名の人でした。今日はどんどん数で勝負していこうかね。ナッシン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 、 Hey what's up come on let's do it now I don't you know。 あの AKB 好きな人いるでしょ多分ね。ショールーム見てる人はもう AKB のねファンの人多分いっぱいあると思うけど、ネモハモルーマーって言ってます。ナッシン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 、 Hey what's up I know you know。What's up? Nothing, 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 nothing. Hey, what's up? Come on, let's do it now. Hey, what's up? Nothing, 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 nothing. Hey, what's up? Come on, let's do it now. Hey, what's up? Nothing, 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 nothing. Hey, what's up? Come on, let's do it now. I know, you know, keep us all alone. ちょっと待ってないうちに見違えるくらい、ルージュが似合う女と呼ばれてたなんて、だってあの頃はまだポニーテル刺繍、声なんかかける気にられるし素通りしてた。時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実もボーダーレスにしてしまう。心も体も委ねて、おのろ
君のルマルマルマをヘラルマ嘘だと言ってよ夜明けまで見つめ合えば信じられるかな信じられるかな君のルマルマルマをヘラルマただの噂だろう分かっていても気になるんだ好きになったらもう根も葉もルマ Hey what's up nothing 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 Hey what's up かもれる Do you know night Hey what's up nothing 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 Hey what's up give a nothing Do you know I know you know give us your love はいこれ、ね、スクロール遅いんだよねでもねいつも言うけどユーフレット見ながらね歌ってるんですけどねちょっとねスクロールと合わないずっと真夜中でいいのに、夜をあ秒針を噛む生活の偽証生活の偽証元通り通り過ぎて一回行った分かったら戻らない確信犯でしょ夕食中に泣いた後君は笑ってた私もそうだよ偽りの気持ち合算して吐いて黙ってずっと笑っとく何が何でも面と向かってさよならする企画もない今僕は灰に潜り秒針を噛み白昼夢の中でガンガン砕いたでも止まれない止まってくれない本当を知らないまま進むのさこのまま奪って隠して忘れたい分かち合うまる一つもなくてもあって褒めて帰私のない言葉はいらないから秒針を噛むでしたサスティックってありますね丸の内サスティック丸の内サスティたらレンジが灰に映ってトリップ
最近は銀座で警官ごっこ、国境は越えても乗車必須、領収書書いてちょうだい、税理士なんてついていない後楽園、将来そうになって結婚してほしい、毎晩絶頂に出しているだけ、ピザ屋の彼女になってみたい、そしたらレンジが私をぶちでぶって一つを商売毒にしているさ、そしたらベンジが愛に移ってこい、将来そうになって結婚してほしい、毎晩シングルで遊戯するだけ、ピザ屋の彼女になってみたい、そしたらベンジが私を愚痴でぶって丸の内サウスティックでした。101人の人いらっしゃい。お、この時間で100人超えてきた。すごいね。今日はちょっと多いね。やっぱあれか、リスナー倍増、あれ？リスナー倍増キャンペーンじゃなくて、キャンペーンじゃなくてだっけ？イベント、リスナー倍増イベントに参加してるだけありますね。結構いいところに表示してくれてるんですかね。たくさん来てくれてありがとう。もう名前読み切れへんわ、ほんま。はい、今日はね、日曜日ね、いかがお過ごしですか？ケリーですよ。みんなこの8時ね、9時っていうすごいね、忙しい時にね、一番いいとね、あのゴールデンタイムに来ていただいて、はい、申し訳ないです。はい、何歌おう。夜にかける歌だっけ、ね、秒針を噛むね、さっきの前秒針を噛む、夜にかける、沈むように溶けてゆくように、二人だけの空が広がる夜に、さよならだけだったその一言で全てがわかった、日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた、初めて会った日から僕の心の全てを奪った、どこか淡い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ、いつだってチクタクとなる世界で何度だってさ、触れる心ない言葉、うるさい声に涙が溢れそう、でもありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる、騒しい日々に笑えない君に思いつく限り、眩しい明日を明けない夜に落ちていく前に、
僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じた日々を抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよいつか日が残るまで二人でいよう夜にかけるでした。エレファントカシムシ、恋の月のように。くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く。いつの日か輝くだろう溢れる熱い涙。いつまでも続くのか吐き捨てて寝転んだ俺もまた輝くだろう今宵の月のようにく街の明かりは寂しい色に染まって揺れた君がいつかくれた思い出のかけら集めて真夏の夜空一人見上げた新しい季節の始まりは夏の風街に吹くのさ夜もまたどこへ行く愛を探しに行こういつの日か輝くだろう溢れる熱い涙今宵の月のようにでした。次、かなでっていう曲。これはなんだっけ、スキマスイッチ。ちょっと待って、イントロどんなやつ忘れたな。
改札の前つなぐ手と手いつものざわめき新しい風明るく見送るはずだったのにうまく笑えずに君を見ていた君が大人になってくその季節が悲しい歌で溢れないように最後に何か君に伝えたくてさよならに変わる言葉を僕は探してた君の手を引くその役目が僕の使命だなんてそう思っていただけど今わかったんだ僕ならもう重ねた日々がほら導いてくれる君が大人になってくその時間が降り積もる間に僕も変わってく例えばそこにこんな歌があれば二人はいつもどんな時もつながってゆけるベルの音焦る僕届けるってなんてく君夢中で呼び止めて抱きしめたんだ君がどこに行ったって僕の声で守るよ君が大人にここから君が僕の前に現れた日から何もかもが遠く見えたんだ朝の光も涙も歌う声も君が輝きをくれたんだ輝き抑えきれないこの想いをこの声に乗せて遠くの君の街へ届けようたとえばそれがこんな歌だったら僕はどこにいたとしてもつながってゆけるわかんない最後わかんないはいちょっと最後を迎えした永遠の架け橋ゆず歌えるかなこれこんなん歌ったことない誰も誰にも見せない涙があった人知れず流した涙ではなかったけれど確かに歩んできた道だ
あの時思い描いた夢の途中に今もいくつも何度も諦めかけた夢の途中いくつもの日々を越えて巡りついた今がある。だからもう迷わず進めばいい、栄光の架け橋へと。はい、ゆずね、いい歌だねこれね。ゆずね、ゆず、いっぱいいい歌ありますけどね。夏色とかね、まあこれね、まあ夏になったら歌わなかったなみたいな、夏になったら歌わなあかんな言うてね、はい、まあそんなこんなでね、まあ世の中ね、いろんなことがありますけどね、あの頑張っていきましょうね本当に、うん。ナスダックもね下がってますけどね、元気にやっていかなあかんな言うてね本当に、うん。投資チャンネルもね、ちょっとヨーツベさんで作っていこうかなと思ってるんですけどね。アメリカ株で、ファイヤーするぞみたいな今流行りの、でもだいぶもうファイヤーとか言ってた人はだいぶナスダックすごい、あのナスダックにレバレッジかけてね、ナスレバーとか言ってた人がだいぶね今すごい大変なことになってますけどね、大丈夫なのかなみんな笑いごっちゃないですね、生きててほしいですね本当に、どんなことがあってもね。日常ごとに胸がふわふわ、不安が満ちてく。 iPhone 撫でるその指先もベタベタと粘る髪の毛も何一つ綺麗なものなんてあるはずもないな。死にたくて死にたくてそっと間違って傷つけた手首はいつしか茶色く汚れてる。締め切った僕の潜ったカーテンの隙間に朝が来ても気づくはずない。
はい、さやこっていう曲です。さあ何人だったかな、119人、119、119、はい、さあ44分、ね、8時44分、あと15分か。じゃあちょっとね、いろいろね歌っていきたいんだけどね。佐野元春さんの歌っていい？佐野さん、佐野元春さんの歌っていいですかね。僕はまあ一番ね尊敬してるアーティスト佐野元春さんですけどね。まあでもあんまりね、どうだろう、今のヤングボーイは、ヤングボーイ、ヤングガールはあんまりね知らないかもしれないですけどね。ちょっと聞いてください。多分これ歌うと多分俺のオリジナル曲なんじゃないかって思われるかもしれないですけど、違いますよ、佐野元春さんっていう人の曲ですからね。数え切れない痛みのキス、星屑みたいに降ってくる。数え切れない痛みのキス、星屑みたいに降ってくる。何も分け合えられない、何も抱きしめられない、でも今夜だけは君と輝いていたい。Meaning of life。 昔のピンナップはみんな壁から剥がして捨ててしまった。昔のピンナップはみんな壁から剥がして捨ててしまった。誰も分かってくれない、誰も気づいてくれない。今夜は闇をくぐって小舟をこぎ出したい。 That's meaning of life。 チュッ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 、 New age、 New age。 冬のボードウォークに座って全ての終わりを待ちながら、ルーな恋に落ちてゆく。うつろなマーマレード、雨に向かって歩いていく。彼女はうつろなマーマレード、雨に向かって歩いていく。誰も愛し合っていない、誰も信じ合っていない。でも今夜は君の濡れたことを脱がしてやりたい。That's meaning of life。 New age、 New age。 冬のボードウォークに座って全ての終わりを待ちながら、ブルーな恋に落ちてゆく。スクラッチを抱いてお前を激しくノックする。心のスクラッチを抱いてお前を激しくノックする。ボードウォークに座って夜明けの光を待ちながら、ブルーな恋に落ちてゆく。
じゃ日曜日の歌を歌います。 Sweet 16っていうね、ちょっと懐かしいねアルバム、佐野元春さんの曲ですけれどもね。日曜日は少しだけ涙をこらえて、彼女のために野原の蜜を集めるよ。世界地図を広げて、行きたい場所に印をつけたらすぐに出かけるぜ。ワオワオ夢見てる360、日を待ち出してデスデス夜明けまで。 I wanna give you。 月曜日は壊れたバイクを直して、街から街に切ない夜をさまようよ。世界地図を広げて、行きたい場所に印をつけたらすぐに出かけるぜ。ワオワオ夢見てるスイッチティー、ワオワオ、あれちょっと間違え、夢見てるスイッチティー、日をまき散らしてダンスダン夜明けまで。I gonna be with you。 初めてのこのまばたり、ちょっと難しい、いきなり難しい、初めてあの、初めてあのこのまぶたに口づけた時、トンネル抜けた小鳥のように悲しみが消えた。ウォーウォー夢見てるスティーティー、虹をまき散らして、誰も知らない二人の世界を探しに行こう。見えすいたこの幸せに、瞳を閉じてケリをつけたらすぐに出かけるぜ。ウォーウォー夢見てるスイスイスイ、ウォーウォー夢見てる360、日をまき散らしてダンスダンス夜明けまで。 I wanna give it you。 初めてあの子のまぶたに気がついた時、どうしたらいいかわからないうちに夜が明けてた。ちょっとこれ店長やべやべ、日曜日は少しだけ涙をこらえて、彼女のために野原の蜜を集めるよ。世界地図を広げて、行きたい場所に印をつけたらすぐに出かけるぜ。ワオワオ夢見てるスイッチティー、日をまき散らしてダンスダンス夜明けまで。 I wanna be with you。 ワオワオ夢見てるスイッチティー、日をまき散らしてダンスダンスいつまでも。 I wanna be with youI gonna be with you。 I gonna be with you。 I gonna be with you。 はい、Sweet 16 Tonight ね、Tonight 今夜こんな歌歌うね。雨上がりの街に
出すのクラクション、君に抱きしめてほしいニューヨークトゥナイト、画家な街に手を広げて、君の腕に抱かれても涙が落ちてくる、眠らせてほしいニューヨークのモンペイトゥナイト。海の身代わりにその深い悲しみを背負うことはできないけれど、ベイビーベイビー、明日のことは誰にもわからない、 So take my hand、 目を閉じないで、うな、雨上がりの街灯が灯る。ちょっと早い早い灯る、夜に包まれたダークレス、いくつものヒューマンクライシス、君に隠しきれない、No more pain tonight。 はい、ちょっとね、これ難しい。 Tonight ビーターズ、ビーターズ、こんな歌してる？ビーターズ、ビーターズ弾き語りする人いる？なかなかいないね、ビーターズ。これ難しい、これだ。チャ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 タラタラ、チク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 チャー、トゥルトゥルトゥル、チャ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 みたいな。これ難しい。輝きが消えるまで切なく燃えてるチャイナタウン。うちの詩人たちは憂鬱な恋を競う、安物のパフュームに汚れたミンクロコ、月の雫浴びて夜に舞い上がる君、夜が明けるまで誰かを抱きしめていたい、夜が明けるまで誰かを抱きしめていたい、少しずつ心の悲しみの雪が積もる、クロスワードパズルときなら今夜もストレンジャー Distance of to be amateur。 見慣れた顔でダンスの夜に集う、ささやきとシャンペンとノイズに溢れた夜、幻の中で夢を見続けてる君、この街はまるで神秘的な真夜中のブライパーパブパブパイパー、ちょっと言いたい、パブパイパー、夜が明けるまで誰かを抱きしめたい、たい、夜が明けるまで誰かを抱きしめていたい、やがて闇と光が一つに結ばれるまで、クロスワードパズル解きながら今夜もストレンジャー、 This is a story about you。 輝きと輝きが消えるまで切なく燃えてるチャイナタウン、うちの詩人たちは憂鬱な恋を競う、君のプリス
オレのプリンセス。夜明けが誰かを抱きしめたい。クロスアウトパズル解きながら今夜もストレンジャー。This is the Soviet Tune。歌はね、あの佐野元春さん佐野さんっぽい。まあ後で聞いてみるけど意外と来たりしてね。歌ってる時はってな、全然ダメだったもん、ね、意外と来てたりと。あ、もう時間ですね。はい、ありがとうございました。はい、今日はこれでもうおしまいだよ。バイバイ、バイバイキーン。バイバイキーンだな、はい、もう9時やん、早っ。はいね、たくさん来ていただきました、ありがとうございました。もう疲れました今日コメントがないからずっと歌いっぱなし、疲れたよ。パトラッシュになっちゃうよ。そんなこと言っちゃった。はい、ね、さあちょっと名前呼んでいこうか。なんだ名前、ちょっと読んでいくね。ニナさんいらっしゃい。ニナちゃん、ニナちゃんかな。グデスガさん、グデスガさんいらっしゃい。メダカさんいらっしゃい。あやねしずくれさん、あやねしずくさん、あやねしずくさん、歌い手さん。おー、すごい。たまに気分で配信してます。元オンリーボイス、オンリーボイスで、なんかそういうあれがあるんですか。石油王の人来た。石油王やばい。石油王今ちょっとほらいろいろね、ロシアとウクライナとかでね、なんかね、パイプラインがね、どうのとかね、なんかあのね、いろんなことありますけど、石油を亀チキちゃん、亀チキですってはい、いらっしゃい、フォローしてってね。小松原、なんつうの、光、小松原光さんいらっしゃい、よろしくお願いします。岡山の大学生、薬学部6年生、小松原光です。薬学部なんか頭良さそう。めっちゃミスサークルコンテスト2020に参加 していました。すごい、めっちゃ美人の人や。あのフォローしてねフォローしててね、絶対ね。ジュロさんいらっしゃい。ジュロさん、ヒロアットマークチカさんいらっしゃい。モンチュウ、モンチュウ、あの標識じゃない、プラカード。サバヒロゼイニ君、自宅警備員の子供部屋おじさんです面白すぎるやん、何やそれ自宅警備の子供部屋おじさんないぞ、面白い。みやおいさんいらっしゃい。ボウコーさんBOWKO ボウコーさん、わかんない、読み方わかんない。
なあくん、みんなちょっと読み方わかんないんです。小保正さんいらっしゃい。フォローしとこう。小保正です。レベル56の小保正です。いらっしゃい。ゆずぽんさんいらっしゃい。声フェチ、手フェチ、メガネフェチ。あ、マジで。俺ね、顔は映してないけどメガネかけてますよ。手もね、綺麗でしょ。さっきギター弾いてるのどうだった声もね、いいでしょ。もうドストライクじゃないですか。違う。純子さんいらっしゃい。ね、いっぱいたくさん来てくれてありがとう。高一さんもね、ありがとう。もうちょっと多すぎて読めませんけど、135名の人いらっしゃいます。今日いっぱい来てくれてありがとう。じゃあそろそろ終わりますね。ありがとうございました。またね、来てね。あとあの YouTube チャンネルもやってるからね、そっちの方もね、もしよかったら通知フォローね、よろしくお願いします。ケリーでした。ありがとう。またね、バイバーイ。